禁忌目録。それはこの世界の人々を縛る絶対的な掟だが、一体誰が何のためにそんなものを作ったのだろう。その答えを明らかにするために俺は裕次郎に質問をした。なあ裕次郎、禁忌目録について教えてくれないか。俺、禁忌目録のことを何も知らないんだ。え？それも全く覚えていないなんて。やっぱり君は全ての記憶を失ってしまっているんだね。両親が痛むな。なあ、そうみたいなんだ。わかった、禁忌目録について僕の知る限りを教えるよ。禁忌目録は氷協会が発行した書物だ。そこには僕たちがしてはいけないことが記されている。僕たちのいる北帝国の各教会だけでなく、東、南、西、全ての帝国に暮らす人々の家に。してはいけないことか。そうだね、たくさんあるけど、例えば禁忌目録の本には、第1項、教会への反逆から始まって、末項にはヤギに干した織朱麦を与えることが禁忌だと記されているよ。なるほど。それじゃあ生活に関する注意まで細かくその目録に記されているってわけか。ああ、禁忌の数は軽く1000を超えるけど、学校の授業でそれを全部暗記したよ。うわ、大変そうだな。でも覚えておかなくちゃ、知らずにうっかり禁忌目録に違反しちゃうこともあるだろうからね。そうだ、キリトも覚えておいた方がいいんじゃない？え、それってちなみに全部覚えるのにどれだけの時間がかかるんだ？忘れちゃったけど、学校の授業で1年間はそれについて勉強したかな。1年？さすがにそんな時間をかけて暗記するのは無理だ。え？でも禁忌目録は覚えておかないと危険だよ。困ったな。裕次郎の親切心はありがたいが、教えてもらう時間がもったいない。ま、わかった、努力はしてみる。でも独学で頑張るから、裕次郎は心配するな。そうかい。ああ、任せといてくれ。とりあえずは今後のためにも最低限のルール違反だけ覚えておけば問題ないだろう。禁忌目録がどういった目的で作られたのか。禁忌目録で禁じられていることはいろいろあるみたいだけど、主にどんな行為が禁じられているんだ。例えば盗みや殺人は禁じられているよな。もちろんだよ。殺人でなくても他者の天命を故意に減らすことも禁じられているしね。それじゃあ英士たちが剣の練習のために試合で相手の天命を減らしてしまった場合は。英士たちは木剣で相手が怪我をしないように練習をするんだって。だから目録に違反してしまうことはないよ。でもその違反を違反としない唯一の例外がある。唯一の例外？ああ、全ての帝国にある剣を学ぶ場所。それは能力が高い神聖術師が学院にいて怪我人を治療する環境が整っているからなんだって。へえ、修剣学院なんてあるのか。え、いや、そんなわけじゃなくて、聞いたことがあっただけだよ。他にも禁じられていることはたくさんあるよ。そんな、間違えて釣り上げたらどうなるんだよ。目録に故意にとは書かれてなかったから、多分処罰されてしまうだろうね。不運にも程があるじゃないか。そうだね、大概の人は禁忌目録を破りたくて破るんじゃない。偶然アリスもそうだったから。そういえば言っていたな、アリスが果ての山脈に足を踏み入れてしまい。ああ、アリスと僕は北の洞窟を探検しに出かけて帰り道を間違えただけだった。それにアリスはあの闇の国の土を踏みたくて踏んだわけじゃない。そこでは聖豪騎士と暗黒騎士が戦っていた。アリスは今にも倒されそうな暗黒騎士を助けようとして。助けようとした？ああ、僕は黙って見ているしかできなかったけど、アリスは違った。でも違反は違反として裁かれてしまう。アリスのしたことは罪になってしまった。そうか、
悪いことを聞いたな、ユージオ。いいんだ、禁忌目録がどんなものか。この話を聞けば分かりやすいでしょ。アリスは法に背いてても暗黒騎士を助けようとした。この世界の人々が禁忌目録に縛られている中、法に背くことができたアリスという少女、彼女は一体何者なんだ。禁忌目録を破った者は皆聖護騎士によって氷教会に連れて行かれるのか。ああ、一体どうなっているのかわからないけど、違反すれば聖護騎士が必ず連れに来るよ。その後はどうなるんだ。違反者がどんな風に罰せられるのかわからないのか。どんな風に罰される。例えば牢獄に何十年入れられるだとか。アリスは審問の後処刑する。そうか。でも本当にその刑が執行されたかどうかは知りよしもないんだろう。ああ、それじゃあ友情は王都に行って確かめてみるしかないわけだな。え、アリスのことだよ。処刑されたかどうかはわからないんだ。彼女は生きているかもしれないだろう。でも僕には天職がある。放棄することは禁忌目録で禁じられているんだ。そうか、つくづくがんじがらめの世界だな。キリト、君は不思議だね。ん？さっきから君は誰もが言葉にして言おうとしないことを口にしているよ。それは俺がベクタの迷子だからじゃないか。そうかな。わかった、またいつでも聞いてよ。着いたよ。ここがルーリットの村だ。ああ、どこも店が閉まっているな。ゲームで NPC が運営する店とは違って、幼い子供を除く全ての人が天職を持ち、やはりこの世界に生きる人々はあくまでも現実の人間に近い法則に従って生きていると言える。ん？この匂いって、あれってもしかして今日俺たちが食べたパンか。うん、僕は毎朝ここのお店で買っていくんだ。へえ。店名の餅だけがあのパンの取り柄だからね。仕事に間に合う時間に売っているのはあれだけなんだ。なあ、大変だな。そういえば店名って食べ物や木にはみんなついているのか。何言ってるんだよ、僕たちにもついているじゃないか。俺たちにも。そうだよ。まあステイシアの窓はむやみに見てはいけないって言われてるし。そうか、店名はパン、ギガシターなどのオブジェクト、そして人間、あらゆるものにつけられた数値なんだ。人についているものは VRMMO 風に言えば体力を意味するヒットポイントの役割を果たし、食べ物やオブジェクトについている場合は耐久値としての役割を果たすのだろう。でも店名がヒットポイントだと仮定すると、店名って例えば病気や怪我をしたりすると減るんだよな。うん、それからある程度の年になれば年々減っていくみたいだよ。そうか、つまり VRMMO と違い、人につけられた天命数値はこの世界の人々は年月の経過によって天命の最大値が減り、そして天命数値が尽きてゼロになった時だが、この世界の住民にとっての死とはどういうものなのだろう。ゲームの NPC のようにデータがプログラムから消滅させられるのか。どうしたのキリト、早く行こう。ああ、悪いな。この世界の人々についてはまだ考える必要がありそうだ。仕事が終わった後のシラル水は。ギガスシダーの刻み手、それがユージオに10歳の時から与えられた天職。天職は放棄したりできないと聞いたが、ユージオ、そういえば天職って10歳になれば全ての人に割り当てられるのか。町や村、それぞれの地域の豊かさにもよるけど、ルーリットの村は豊かではないからね。そうなのか。ちなみにそれぞれの天職に選ばれる基準ってあるのか。
わからないけど、割り当てられる天職が親の天職とかけ離れたものになることは少ないよ。例えば村で英士をやっている子はお父さんも英士だったし。なるほど。ただ適性に合った仕事が割り当てられる場合もたまにあるよ。僕の幼馴染のアリスは神聖術の素質があったから。へえ、それじゃあユージオもきっとギガシダーの刻み手にふさわしいって判断されて。どうだろう、僕を刻み手に任命した村長の真意はわからないよ。いや、ユージオみたいに真面目に何があっても諦めずにこの仕事をこなせるやつは少ないだろ。え、しかもあんなすごい木相手にだぜ。もし俺だったらユージオみたいに粘り強くないから、とっくの昔にどうやってあの仕事を放り出すか考えてる。そう。ああ悪い、なんか勝手なこと言っちゃったな。違うよ、驚いただけなんだ。驚いたって？僕の家族は刻み手の天職が割り当てられた時、うちの畑仕事もあまり手伝えなくなるから。んでも天職なら仕方ないじゃないか。うちは裕福じゃないからね、そういうわけにはいかないんだ。だからずっと僕の天職は人に迷惑をかけてるのかなって思ってた。でもキリトにそう言ってもらえると、僕が7年間。そうか。けどさ、この天職って今のままだと一生かけても終わらないんだろ。これから先もずっと同じことを繰り返してていいのか？でも繰り返す他にないよ。本当にそうだと思うか？何か別の手段を使えば終わらない仕事なんてあるはずないからな。考えたことなかったな。これが僕に与えられた使命だと思ってたから、終わらないのも仕方がないって考えていた。でも不思議だ、どうしてか今みたいなことをすごく昔誰かに言われた気がした。誰かに？うん、でもきっと気のせいだね。アリスにそんなことを言われた覚えはないから。それにそんなことできっこないよ。あ、日が沈んじゃうね、少し急ごう、キリト。分かった。ユージはこの天職に縛り付けられ、このままだと一生この地へ拘束されることになるのだろう。俺がユージオと一緒に旅をするためには、ユージオをこの天職から解放しなければならない。悪魔の木ギガシダを切り倒すにはどうすべきか。